少林寺拳法。少林寺拳法とは、北少林際門拳、第二十一代政党継承者の総道の民、本名、中則男が、敗戦後に、GHQ 占領下の日本で、古典的施政少林寺の技術を再構成して創始した、新武である。中国共産党の庇後下にある、中国武術の、現少林拳とは全く関係はない。馬族を夢見て大陸へ渡り、 巧妙な武道家であった、祖父、宗主下から指導を受けた宋道の海が、現地の武術家と交流する中で、当時廃時の危機にあった施政商林寺を来訪。当時にて、古典的施政商林券の技法習得者として、伝法の儀を終えたのが、当時大陸にいた、日本人の胸であった。そして、古典的施政商林券の政党継承者でもある宋道の海が、敗戦後に、 満州から帰国して創始した原始仏教系武道が少林寺憲法である。そう道の海が当時、須瀬少林寺に滞在したことがあったのは事実であり、少林寺憲法の中には現代中国武術的な要素は一切存在しなく、古典的な須瀬少林寺的要素が多分に内包されている。現代中国武術の基本は単空気椅子のような訓練方法だが、 少林寺憲法に存在しないのはそのためである。また、魔法やゴンブ、巨歩など現代中国武術の基本的な立ち方も存在しない極めて古典的な武術である南中国武術に源流を持つ空手、塔で道には、四股足立ちや前屈立ち、猫足立ちとして存在する。少林寺拳法の重宝と言われるものは関節技だけに限定されず、主には抜け技が基本的であり、 その応用に、関節儀だけではなく、旧諸儀、投げ技、固め技が存在する。その系統は、日本の古流柔術の発行流に、源があるとは言えない。また、合法、正法を総合しての少林寺憲法理法が、存在している点も、特徴的である。逸話にある、少林寺の壁でヒントを得て、ガウンルンというのは、少林寺憲法法形上、特筆すべき、 生存確率を上昇させる実践要素でもある。ただし、これらのことは、少林寺拳法の持つ武道としての価値が必ずしも向上されるというものではない。古流武術のような精神論に陥ることなく、乱取り、この言葉自体も、日本の柔術の用語であという実践に近い打ち合いを訓練に取り入れるなど、格闘技あるいは近代スポーツとしての価値は存在している。 ただし、非常に高難度な法体系を有する武道であり、通常の修行年数では体得が不能な一面が強い武道でもある。武術のカリキュラムを有すると同時に、人づくりの行であり、五神連単、精神修養、健康増進の三徳を兼ね備える、心身一入の修行法を取り、技と教えと教育システムを三本の柱としている。技の特徴は、 誤神を胸とする憲法。教えの中心思想は、自己確立と、自他ともらく。教育システムとしては、数百ページにわたる教犯、入門から講談に至るまでの修行計画が記された。科目標で文書化標準化が図られ、また特に指導者育成機関として、前輪学園、専門学校を有しにいる。日本少林寺憲法グループは、宗教法人混合前奏本山少林寺。 一般財団法人少林寺憲法連盟、学校法人全林学園、少林寺憲法世界連合、ベスコ、少林寺憲法ユニティの五つの組織からなる。少林寺憲法は中華人民共和国の現代、少林拳や他の中国武術とは全くもって無関係である。だが、拳の修行を行う武道としての側面と、精神修養と人格形成を行う。 社会教育活動といった側面少林寺憲法は持っており加えて宗教団体である点にも強い特徴がある少林寺憲法は原始仏教的色彩に彩られた宗教法を特徴としているその点では他の宗教団体とは異なった性格を持つこれは下記で述べる宋道の海の思想が強く反映されたことによる技の体系は 創始者である宗道のみによれば、中国大陸冒険中に得得した各種の拳技をベースに自身の武道理論を独自に創意工夫を加えて再編成されたものとのことであり、社会教育活動としてもその拳技の修行を通して青少年をはじめとした個々人の精神的成長を支援している。ただし、上記でも触れたように少林寺拳法の中には現代、 中国武術的な要素は全く存在していないため、型イコール当時が存在しない、現代中国大陸で疑問を呈されることもしばしば、ある。対して、少林寺拳法の技の法体系は、日本の古流柔術に禁じしていないことも特徴である。総道の海は後年、単に武道団体を創始したかったのではなく、敗戦した後の日本の若者の堕落ぶりは目を、大んばかりであった。 荒廃した日本人の自立を再度促すべく、一人でも希望である若者を育てる教育の場を創造したかったと解雇している。そうは自らの思いを表すべく一時期原始仏教の教えを説く試みをしており、これが合わさって真の武道、修文の行として正当なダルマ大使の少林寺憲法を立ち上げる動機となった。武道としての少林寺憲法の本来の位置づけは、 宗教法人混合前総本山少林寺に伝承する、ダルマ大師由来の霊肉一如の修行法であり、その修練を通じて、精神修養、五神連単、健康増進の三徳を兼備、混合の肉体と不屈の勇気、円満な人格、思いやりと優しさを持った人々を多く育て上げて、それにより人々が平和で幸福な理想社会を実現するための力を獲得する。 日本の真のリーダーづくりであるという。つまり、人づくりによる国づくりの大道が本来の目的であるとされる。そうした意味で、宗教団体というより、また、武道団体というよりも、社会教育団体という言葉の方が似合うくらいであるとされている。ここでの、宗門の行とは、人が心の迷いを去って、真理を得得し、 自らが、よりどころとできる事己を確立し、それによって、日本社会の平和と幸福に奉し、貢献するために行じるという意味だという。これは、少林寺憲法の聖句の、己こそ己の寄るべと同義である。時には、法位と呼ばれる仏門の服装をまとい、主に二人一組で行われる演舞は、非演と呼ばれる月と蹴りの攻防、そして鋭い気合の応酬。 床に叩きつけるがごとくの投げ技と関節技、そして厚法と呼ばれる技法も併用される、厚法は五段くらいに昇格した後に習得。生と道を同時に行う禅の憲法と称された。創始当時にはタルーハ武道から多く転籍があり、当時としては魅力ある技術体系であったと想像される。一方、少林寺憲法は戦後の創始ではあるが、日本九大武道。 日本武道館認定の一つとな。また、金剛禅と呼ばれる調和の思想は、創始70年を経過した今も、片柔ら一体の技法と同様に多くの人々の共感を得ているとされるが、最盛期に比べると、動員数、会員数は1990年前後を境に減少計である。また、会祖州、道の海の宣言、後に行った教教典の改定により、 総う指示の指針とは変化が見られる。しかし、同時に別派を認めない世界で、唯一の宗教団体、武道団体、教育団体として結束力が強い団体である、反面、胸の宣言後には、別派、離脱、大会は多かったとされる。昭和初期に、総道の海が、中国河南省の捨て少林寺を、北少林際門県の主婦、文太宗老士と訪れた際に、 彼が修行した、義和門献の訪問継承式を、少林寺にて行い、北少林義和門献、第21代政党継承者となっている。またその際に、白衣伝北壁の羅漢連剣図に描かれた、相対演伝を見て深く感銘を受け、さらにダルマが、前頭、エキス事業を、捨て林寺に伝えたと言わることを忍ぶ意味から、後日、少林寺拳法と名称をつけたと、本人が語っている。 つまり、すでに述べたように少林寺憲法には現代、中国武術的な特徴は一切ない。そのためいわゆる現代少林拳とは関係がないと言える。そうが、中国滞在時に、拳、疑話団事件後に、すせ少林寺から流出したと言われるの達人たちより、指導を受けた北少林疑話門拳などの各種の、技法継承しまた幼少寺より、祖父、宗志下等から教わった、 柔術不戦流他日本の古武道、発酵流各種の格闘技を研究し集大成した技術体系と本人も語っている。それゆえ実際の少林寺拳法の技は日本の古流武術に非常に近い部分は少ない。具体例を挙げれば逆付きの姿勢の際には後ろ足のかかとを少しく上げて股を締めて前へ移行する姿勢でつく順蹴りの姿勢の際に手のひらを 股間のあたりへ維持し、防御体制を兼ねること等があり、これらはいずれも古流柔術のアてミの基本型では見られない古典的な大陸由来の用法である。一方、現代中国武術では、ほとんどの流派において月を行う際は、後ろ足と膝を伸ばし絶対に、後ろ足のかかとを上げないことが求められる。いわゆるゴン空手道の前屈立ちである、少林寺拳法での順月は、 前傾でありながら、かかとは、真である。蹴りの際には、少林寺拳法特有の、守る思考獣の観念から、腕部の防御を用いての反撃となる。また、肩を必ず行うのが現代中国武術であり、対して、少林寺拳法では、形を心情としている。映画、少林寺でも披露されている。少林寺拳法の重法については、実践的に手首を取る技から習うが、 現代中国武術では手首よりも肘や肩を取るものが圧倒的に多い。手首を取る技から入るのは、そう道の海自身が刀で襲われた経験をもとに、古身の技術に対して有用だとの認識による。こうした具体的な技術を見ても、現代少林剣などの現代中国武術とは全くかけ離れている。そもそも北少林疑和門剣という流派が現在、 中国大陸の武術には存在しないことは、中国大陸文化の悲劇的事実である。中国武術研究のパイオニアとされた、松田隆友が触れて述べているものの、世代的に無理があろう。実際の古典的少林拳、当時は、時代遅れの産物とされたを当時に体得する奇跡は、本人がその場で体得し修行する機会がなければ、継承できない事実である。いずれにせよ、 現代中国武術や日本の現代古流柔術、そして少林寺拳法のいずれの経験を持ち、具体的な技を知る者の間では、少林寺拳法を現代にて正当に技術継承することは、致命的に難易な武道であると知られている。1911年、明治44年生まれの総道の海は、昭和初期に日本人発展の捨て石になろうという理由で、中国大陸に渡り、 陸軍の特務工作員の仕事をしていた。仕事に必要な教育を受けるために、道教の実法総林、宗教専門学校に連れて行かれて、陳良という中国人の老子に身柄を預けられて、そのままで死になったと、総道の海は語っているが、確証はない。総道の海によれば、陳良老子は1900年前後に起こった。 義和団の乱の生き残りの中国憲法の達人とのことで、その老子に少しずつ憲法の技を学んでいったと語っている。その下中に、僧はある任務のために中国東北地区、当時の満州を大旅行することになり、その際に義和団の乱の生き残りの憲法家たちに憲法の技術を少しずつ学んでいったと主張している。その中の一人が、陳良老師の師匠であり、

没収されるという占領期の上陸事情を考慮する必要もある。いずれにしても物的証拠が失われたことは、少林武術全体の損失であろう。またその後の文化大革命の悲劇もあり、それに重なる現地中国側の武道家たちの喪失は、中国文化自体の損失ともなった。とはいえ満州勤務当時の胸を知る現地友人等が檻に触れて、 香川県多度津本山に来訪した事実や、特前和将との交流は十分に調査足りえよう。日本の現代中国武術研究のパイオニアであった松田高友氏による記述もあるが、これは時代区分の焦点がいささかずれているとされる。松田氏の中国大陸で数多くの現代中国憲法の武術家と交流を持ち現代少林寺へも訪れて調査しているとしていることは、 現地中国の調査で胸については触れたことがほとんどないとしているが、これも文革後の事象に焦点を当てているに過ぎないとされている。また、北少林疑話文献の存在そのものについても、松田氏は否定的見解を示しているが、疑話文献という流派の存在は文革後の現地では聞いたことがないというのは、総道の身とその娘、総雪が、 当時の中国政府高官等に艦隊を受けたことに説明がつかない。そのため、これらの逸話は松田高友氏の創作とされている。いずれにしても、総道の海の大陸老人としての活動時期に焦点を当てなければ、古典的施少林寺の武術の正体は少林寺憲法より乱すよりないと結論付けられる。そして、終戦の年の1945年、 昭和20年8月9日に当時の満州でソ連軍の攻撃に遭遇。それからの約1年間をソ連軍軍政下の満州にて生活することになる。その生活の中で法律や政治のあり方はその立場に立つ人の人格や考え方によって大きな差が出ることを発見し、人、人、人、すべては人の質にあるということを悟ったという。もし、 生きて日本に帰ることができれば私学校を開いて青少年を集め道を解いて勇気と自信と行動力と正義感と自信に満ち溢れた強くて優しくて正しい若者を多く育てたいと念願するようになったという。しかし実際に帰国してみると祖国は GHQ 占領の被害だけでなく三国人による暴虐や 物資難の混乱による修羅場が減出し、特に時代を担う青少年の後輩は目を覆うばかりだったという。これではいけない、これからの反省を骨のある青少年の育成に捧げようと決心し、四国の香川県中田土分多土津町に弟子として、釈村の正当仏教の教えを解きながら、人づくりの重要性を訴えたが、なかなか人々はついてきてくれなかった。 肝心の若者たちも同じで、ほとんどは長続きはしなかったという。そんな状態で思い悩んでいたときに、歴史上の人物で、中国、河南省、洲瀬少林寺に座禅行と、エキス事行を伝えたとされる、菩提ダダルマの夢を見て、そこからはっとひらめくものがあった。そうか、はるばる、インドから中国に正当仏教を伝えるために渡った、ルマが、この行を、 弟子たちに学ばせたその古事に習って、今こそそのダルマの行動を日本に再現させようと思い立ち、人を魅了し引き込んで集める手段として、少林寺拳法を改装することを思い立ったという。これを長期間にわたって教えながら、道を解けば、必ず時代を担う青少年に、不屈の精神力と、混合の肉体とを合わせ持ち、 その上で自信と勇気と行動力を与えることができると確信したという。こうして、釈尊の自己確立、自他とも楽の教えを、拳全一女、力愛富士の訪問として編成し、中国で学んだ各種の憲法を再編整理して、理論の裏付けを行い、さらには、戦中、戦後を通しての貴重な白兵戦の体験と草案を、加えて、 修文の行としての形を整えた。こうして、日本少林寺憲法が改装されて、その憲法の修行の合間、合間に口が酸っぱくなるほど、釈尊の教えを中心に、祖国愛や民族愛等の人生観、世界観を、当時の青少年たちに説き続けたという。そして、1980年、昭和55年に、宗道の海が心不全で69歳で死去するで、 この混合禅運動と名付けられた運動は続けられて、現在は、娘の聡ゆきに引き継がれている。少林寺憲法は、あくまでも、宗門の行であり、単なる武道やスポーツではないという視点に立ち、混合禅という独自の教えに基づいて、自己確立、自他とも楽の教えをもとに、二王尊のような、混合の肉とだるまの、不当不屈の精神を目指した修行法をとっている。これは、 釈尊の説いた原始仏教の考え方である肉体と精神は不可分であるという認識に立っているという。すなわち肉体が病んでいれば気力も湧かず精神的に疲労していれば体も思うように動かないということである。よって人間の脳の働きである、霊と肉体の双方の収容が必要であり、単に肉体を鍛えるだけの修行では価値がないと説いている。 少林寺憲法の特徴は、拳全一女、力愛い富士、守る思考獣、不殺活人、強し獣一体、組手主体という極に凝縮されるよう、他にない調和の形態をとっていると言える。肉体の修練に加えて、却下証拠、合唱令、サム、服装等の行為、規定があり、さらに精神修行の一環である、鎮魂業にて、聖区、聖岩、道君、 心情などを昭和することで自己検鑽を行う。これらの修練を通して社会を動かしていくのは人であり、その人の質が問題であるとの認識に立ち、社会に役立つ真のリーダーを目指す人づくりの教えであるとされている。また、少林事件法には独自の概念としてダーマ、法王というものがある。ダーマとは宇宙の真理のことであり、剣士はこの宇宙の真理に従って、 正しい行いをしなければならないと説いている。直線的なダーマ信仰とも言える。金剛前では、自己確率、自他とも、楽、理想社会建設をその目的として挙げている。リーダー育成により、日本の社会に影響をある若者を育てることを目指す。海祖、葬道の海が生まれてから満州へ渡り、中国で過ごし、敗戦後日本に帰国するまでに見て学んだ。 ダルマ由来の古典的すせ少林寺由来の中国武術を改良し体系化されたものを少林寺憲法の御神能としている。憲法は三法二十五形に分かれ、突き蹴り等打撃攻撃に対する守備反撃方法の強し法。腕や衣服を掴まれたり、背後からの攻撃に対する抜きや投げによる反撃方法の重法がある。もう一つは、静骨法の正法と呼ばれる。 少林寺憲法の教えに、強し十一体というものがあり、どちらも均等に修練しないと上達していかないと言われている。総道のお道、少林寺憲法教犯によれば、以下の記述がある。そのことが分かってからの私は、柔道や空手、ボクシング、相撲その他を研究し、その技をこの原則に当てはめ分解してみると、 いずれも同じであるということを確かめることができたので、帰国後、私は全く新しい観点から、中国の拳技や式の再編を思い立ち、護身術にもなり、保健体育法にもなり、その上人格感性に貢献できる、精神修養法にもなる、心身一如の修道法の創設を志し、中国のスセ少林寺の白衣伝の壁画に残る、インド伝来のアラカンの拳を、 原始時代の今にふさわしい形式に組み替えて、行うことに踏み切り、阻止、だるまの刑事と、戦士、分子、人士の教えをもととして、これを戦時中に得た貴重な実践の体験と私の草案を加えて辞に、日本政党少林寺憲法を編んだのである。混同されがちだが、今後前の中に、修練法として、少林寺憲法があるのであって、少林寺憲法の中に、 混合禅があるのではない。少林寺憲法の修行体系は三叶え三法二十五系そして六百数十の技に分類されている。これらの拳系を合わせると大きく分けて、二王権、三王権、天皇権、白蓮権、地王権、鶴立権,権、竜王権、竜下権、五下権、混合権,権、羅漢権の十一技法がある。この憲法の体術である、 強し法と重法の技を組み合わせ、演じる者を演武という。特に二人で組む者を組演武といい、組手司会の教えのもと二人の攻防を演じる。また一人で行う単独演武というものもあり、突き、蹴り、受けという基本の動きを確認するために用いる。少林寺拳法における大会とは主にこの演武の発表会を指し、 各資格別に分かれたコートで演舞を行い、それを5名、3名の場合もあるの審判員が審査する。本来は、修練体系として確立されているものであるが、年始の稽古始め、年末の稽古おすさめ、入門式など各説明などに行われることもある。法の演舞。少林寺憲法創世期には、現在のように完全に構成を決めたものではなく、多くの不確定要素を盛り込んだ。 自由攻防も行われていたため演武が最後まで演じきれずに終わるということも参見され、その緊張感と迫力で、また、部の修練としても大きく、効果を発揮した。特に初期よりの皇帝である、中野馬須信、三崎敏夫両藩士による演武は、指導した階層をもってして共嘆せしめる迫力があったとレール。この演武を見て感激し、入門を決意した者が多数おり中には、 多流派武道の講談社えも入門したという。これらの技法をより深める修練法として講師を決めて行う運用法がある。以前から多武道と同じように乱取り稽古と呼ばれていたが、現在は縦合評価法に名称を統一している。以前は大学の部活同士で乱取り競技会と称して大学内の優劣を決める対戦競技が行われ、 死傷者を出す産事を多く起こし問題となった。現在は防具の改良と十分な安全管理のもと、正式に資格を有する者が審判を行うことが徹底されている。大学生は現在でも活発に練習に取り入れているものの、一般支部では指導法の難しさや年齢層もまちまちのため敬遠されがちである。しかし商談試験には運用法も 試験内容に含まれており、きちんとした指導と練習を今後していけるかどうかが課題取れている。攻撃や反撃をとにかく極めるといったポイント性を見るのではなく、双方の攻防の動き、技の習得度、防御から反撃への足さばき、体さばきや技を体系的に練り上げているか、戦術の修練度など、また特にマナー、礼儀作法を重視する。以上、拳。 技術、全、精神面の両面で審査する60周年記念大会運用法の部評価方法より2011年現在の少林寺憲法グループ総裁は海祖の娘にあたる総勇気昨今の性犯罪の増加から有効な護身術として注目され女性の入門者が増えている今後前総本山少林寺少林寺憲法連盟本部 専門学校前輪学園は、香川県中田戸郡多津町に、東京研修センターが、東京都豊島区にある。日本を含む32カ国に普及しており、4年に一度、世界大会も開かれている。金剛前総本山少臨時として、前と、精神修養の一環を、法話や規範を解きながら、行としての憲法を修練する場所を、どう 財団法人少林寺憲法連盟の管轄では、スポーツ少年団、高校、大学、企業、観光庁、各種団体、カルチャーなどの少林寺憲法部、サークルにおいて、憲法の技を通じた人づくり、仲間づくりの活動する団体を、支部と称している。少林寺憲法の有段者資格は、拳の修行の進捗の度合いを示す、部会と、 これに精神面での成長度を加えた昆布自然一女の収容の段階を示す崩壊の二種類がある。また、財団法人のみに加入の中学、高校、大学等、袖小川の剣士は、元山講習会受講もしくは部選入学するまでは崩壊を与えられない。有段者は一般的に下記のように故障される。例では、準剣士が崩壊で、 初段が部会を指しており、下記のように昇格していく。現在は、師範という崩壊は使われていない。なお、市課とは、少林寺憲法グループの総裁のみの役職である。同院、支部の役職は、同院長、支部長の組織長とこれらを補助する副同院、支部長、道場長、助教、助士がある。支部長になるには五段以上の部外。 同委員長になるには大剣士五段以上の部会及び、崩壊の資格と、宗教法人混合前総本山省臨時の総会である、大同士以上の資格が必要となっている。女子は、準剣士以上、副同委員長、同上長、助教は中剣士三段以上で、その他の条件を満たす者の中から指導者として、ふさわしい者が任命される。旧剣士の昇格講師は、 1>, 1から3の市町村単位で構成されている、小教区単位で実施されている。3段以下の昇格講師は、各都道府県連盟で、各々の地域で実施されている。政権士4段以上の昇格講師は、指導者として位置づけられているため、原則香川県田土津町の総本部でのみ実施される。少林寺件法の修練時は、同意と帯を占める。 2005年4月以降は統一ロゴマークが制定され、同意の胸には統一マークの同意をつけて修練する、2008年4月1日より、刺繍入り同意、巨大クラベル付き体に完全移行。また、袖に所属を表す袖症を表記するようになった。さらに、同意、支部関係の所属長は、金、五段以下の所属長、同位の場合は、 総会が、県大同市以下の道院長心へのものは、銀、助教等の役職で中堅市三段以上は、赤の刺繍が合わせて施される。総会とは、金剛前総本山小林寺の、いわゆる僧侶としての資格で、自分自身の修行に精進することに加えて、この道の不教者になることを志して、金剛前総本山小林寺の創籍に編入された、者に対して預かられる。 総会の部任、承認には、各総会ごとに要件がある。例、小道士は、金剛前総本山少林寺の同院に所属し、金剛前特本を学習した、証賢士二段以上の剣士、17歳以上。全林学園は、日本少林寺武芸専門学校を前身とする、少林寺憲法の指導者育成機関として、設立された。全日制の専門部、武道学科。 経営創造学科、高等師範コース、公務員対策講座、高等部、武道系、第二武道系、進学系も開講されている。卒業生は地方へ帰ると指導幹部として期待され、更新の指導にあたる。本校の生徒の多くは、高校生、高等課程から20代の少林寺憲法の指導者を、志す若者が多数在籍している。また、全国各地に、 武道専門コースがあり、全日制に比べて終了までの期間は長くかかるが、社会の場に出て、全日制に通えない、社会人などで指導者を志す者が多く在籍している。各地での指導に当たるのは地元に在籍する終了した、講談社や全輪学園からの派遣教師が指導に当たる。武道専門コースは、ほぼ各都道府県で月に一度日曜日に開講されている。 場所は、香川県中田土郡多土津町の東陵公園の近く。宗教法人混合前奏本山少林寺、財団法人少林寺憲法連盟、少林寺憲法世界連合、ベスコ、学校法人全林学園からなる。これらの施設は同一の敷地内にある。本部は、本堂、公堂、連成道場、食堂、大願堂、全林学園校舎からなる。 少林寺憲法史家集、道の海、海祖の墓、霊廟もある。敷地内には各少林寺憲法グループの事務局も存在する。敷地より山の上部にそびえる白い六重の塔。内部は少林寺憲法の資料館となっており、海祖の遺品や少林寺憲法の歴史を知ることができる。最上階の一角には海祖の遺骨が文骨で祀られている。また、 多度津の町並みやさぬきの山々、瀬戸大橋と瀬戸内海を見渡せる。そう道の海が若い頃訪れて感動したという、西安の大事恩寺、大岩灯をモデルに立された。縦万寺は万寺の四法が縦で守られているマークで、50年以上にわたって、少林寺憲法グループで使用されてきたものである。少林寺憲法の教え、技法、 教育システムが統一された世界で一つの少林寺憲法を実現のために万字から総園へとマークを変更した。また一部の国ではナチスのハーケンクロイツを想起させ場合によっては当該国にて刑事罰の対象にもなりかねないため使用することができず世界で統一したマークを採用するために2005年4月に総園という新マークが作成され タテマンジはその座を譲った一般社団法人、初林寺憲法ユニティによるシンボルマークの説明。海祖はタテマンジのロゴマークの生産を特定の一社に任せ、その売り上げの数パーセントを前菜及びその家族に渡るようにしていたとされる。一部の国でナチスを想定させると思われている。との意見もあったことから、ベスコでこれまで使われていた拳と拳のマークを使うのが、 自然の成り行きであったが、異装権を統一するという経営上の観点から、現在のロゴに統一されたとも、一般権師からは思われている。この結果、縦マンじを使うことで、自動的に前菜及びその家族へ流れていた資金は、なくなり、完全に少林寺憲法ユニティが少林寺の衣装、後から上がる資金を掌握できるようになった。英国少林寺憲法連盟、 イタリア少林寺憲法連盟はベスコから相次いで脱退しており、連盟本部との関係悪化が指摘されている。少林寺憲法除筆殺券シリーズ、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。